今回の質問、ダイヤモンドはなぜ美しいのか。質問の回答、ダイヤモンドが美しいのは、その結晶構造と屈折率のせいだ。回答の理由、ダイヤモンドは、炭素原子からできた結晶で、非常に特殊な配列で結合しているんだ。この特殊な結晶構造が、光を通すときにそれを多くの方向に屈折させる。ダイヤモンドの屈折率は非常に高く、光がダイヤモンドを通過するときに強く曲がるから、多くの色の光が放出される。さらに、ダイヤモンドが研磨されるとき、特定の角度でカットされることが多い。これは、内部で光が反射し、さらに屈折して、ダイヤモンドから放出される光の量と色を最大化するためだ。これにより、ダイヤモンドは非常に明るく、色鮮やかに見える。美しさとは主観的なものだけど、ダイヤモンドの明るさと色彩の豊かさが人々の目を引きつける理由の一部となっているんだ。関連する身近な具体例、キラキラと輝く水滴や宝石も、ダイヤモンドと同じように光を反射して美しさを放つ。雨の日に太陽が出ると、水滴がこの葉や草について、それが太陽の光を反射してキラキラと輝くのを見ることができる。これはダイヤモンドが光を反射して輝くのと同じ原理だよ。派生した他の雑学、ダイヤモンドはただ美しいだけじゃなく、科学的にも非常に興味深いんだ。ダイヤモンドは熱伝導率が非常に高く、これはダイヤモンドが熱を効率的に伝えるということ。そのため、ダイヤモンドは高性能の電子機器の冷却材として使われることがあるんだ。また、ダイヤモンドは非常に硬い材料で、高度の尺度であるモースコードで10と評価されている。これは、ダイヤモンドが切断や研磨の工具として使われる理由の一部だよ。関連する名言、ダイヤモンドは女性の親友である、キャロル、チャニング、ミュージカル、紳士は金髪がお好き、の歌から。この名言は、ダイヤモンドの美しさと価値が、多くの人々、特に女性にとって魅力的であることを象徴している。ダイヤモンドの輝きは、華やかさと豪華さの象徴とみなされ、人々を魅了し続けているんだ。